皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの田内舞子です。今日はレモンチャンネルの原田マンさんとリカさん、そしてバンキッシュアスリートのエイト君が沖縄に遊びにいらっしゃってますので、今からみんなでランチを食べたいと思います。私のいつものおすすめのタコス屋さんに皆さんと来ました。はーい、リカさんの次元が違うものを食べた。沖縄へようこそ。メソレ、メソレ、乾杯。合ってる、もらえるんですね。これザクザクフィッシュと、なんかこれはビーフのやつですね。あとはゴールドエクスペリエンス。ゴールドエクスペリエンス、おいしそう。私はいつもの和牛チーズビリヤにしました。おー、美味しそう。すごい。美味しい、罪な味。ギルティー。美味しい。いや、もしかしたら俺もこれ2個ついてくるんか。皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの田内舞子です。今日はレモンチャンネルからリカさんがいらっしゃってくださいました。沖縄へようこそ。はい、よろしくお願いします。ということで、もうリカさん見てお分かりの通りめちゃめちゃマッチョなんですが、もう本当にすごいんですが、大会の写真もちょっとこの辺に載せておきます。いい写真です、はい、で今日はリカさんにお尻をメインに足トレを教えていただこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ですね、スミスで のブルガリアンスクワットをしようと思います。はい、はい、頑張りましょう。お願いします。最初はスミスマシーンでブルガリアンスクワットをやりたいんですけど、スミスでブルガリアンスクワットをしたい理由は、やっぱり固定されてるので、重たい重量がもうガツンとお尻に効かせられるんで、最初にこのスミスで重たい重量も持ってやろうかなと思います。回数少なめでやってるんですか、普段？基本は重めで10レップで、できれば3セットやってます。ポイントはですね、体重をかかとに乗せていきます。かかとでしっかりお尻を感じられるところに足を持っていき、私はこっちの反対の足はあんまりなんていうんだろう、遠くにしないんですよ。あんまりこの置く位置を遠くにしてしまうと、右の足にすごく力が入りすぎるので、なるべくちょっとこう狭いぐらいの感じで反対の足を置いて、全体重をこっちの左のかかとに置くようにします。で、下ろし方はただ単純に下げるのではなくて、この骨盤をこの最初のところからしっかりお尻を後ろにずーっと、なんて言うんでしょう、突き出していく感じですね。で、このまま上げていきます。しっかりお尻を突き出していきます。で、この時によくなりがちなのが、お尻を突き出す時に膝も一緒にこういう風に動かしていきやすいので、膝とこのお尻は遠く離れるようなイメージでお尻を突き出していきます。で、下に行った時にお尻を突き出して、このまま上がってしまうと結構反った状態で上がってしまうので、この時に一瞬腹圧をめっちゃグッとグッとかけます。で、上げる。下ろすときは腹圧はかけずに、しっかりお尻を突き出すことだけ考えて、上がる瞬間にグッと腹圧をかけて上げていくっていうイメージです。大丈夫です。はい、6、7、出してお腹力入れて、8、引き出して、ラスト OK。 嘘。私多分70、
プレートの重さが、いや全部で76、7。怖い。今10キロプレートを1枚ずつつけて、うん、ね、リカさんのアップの重さらしいです、これは。はい、ちょっとやばい。でしっかりお尻突き出して、はい、3 8 9 10。 OK、 大丈夫、やばい。20つけます。これでちょっとアップで、さっき言ったように担ぐときはもうこの状態、こうじゃなくてこの状態です。この状態で バーが乗る位置で、このなんかちょっと手も離せるぐらいの、これぐらいでもう楽にします。で足を広げる、腹圧をしっかりかけて、もうこのまま下げていきます。で上げる、腹圧をかけて下げていって上げる、上がった時にちょっとこうニュートラルに戻します。こっからこのままじゃなくてニュートラルで、もう一回腹圧をかけて、でここで付け根からちょっと折り曲げます。でここをももを上からこうグッ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 と押さえ込むようなイメージで上げてニュートラル戻していく。なんかもう上半身全く力がいらないです。もう入れるのはもうこっから下。脱力してもっと上にできる。で腹圧をグッとかけて下。はい、で上げる。ニュートラル。そう。はい、下。ニュートラル。そう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 。いやどうしようかな、悩む。100にしようか。10つけてもらっていいですか。できました。
はい、続きましてはこちらの、あのエクステンション、足の前側のマシーンでお尻を鍛えていこうかなと思います。やったことないです。ここに入り込んで膝の裏のところにパッドをずっと固定させる状態でちょっとここで前傾してこのまま上げていきます。お尻の上部ちょっと見た目より見た目よりきついびっくりした。めっちゃ上部に効いてくれますね。すごいこれ。あんまり下まで下ろせずに、はい、もう支えてる方も効いてる。うちもちょっと抜けちゃう。あ、抜けちゃう。ハーフぐらいの感じで上部に効いてる。ああ、なるほど。2、3、4、5。殺しすぎずに。これきつくなさそうでしょ見た目。めっちゃきついから言っとくけどね、きついですよね。めっちゃ早い。私もちょっと行きます。はい、止まって。頑張って。リカさんとのトレーニングを終えてこれからシャワー浴びてディナーに向かいます。ディナーはね、結構もうちょっとあのメンバーも増えて大人数での楽しいディナー会になりそうです。はい、行ってきます。はい、ありがとうございます。皆様沖縄に乾杯。乾杯。何飲んでるんですか？ビール。え？あ、だと思いました。最後にこんなの食べたのいつかわかんないけど。本当。変なのと本当ですか今の。オフシーズン中もチートデイ作る。あんまないです。食べようってあんまならないです。こういう時じゃん。私毎日食べたいこういうの。リカさん揚げ物美味しいですか？美味しい。揚げ物染みます。わかります。私も油大好き。油大好き。なんか肉の刺しよりも揚げ物の油の方が食べれる。うん。